光エレクトロニクスとは、光電子工学、オプトエレクトロニクスとも呼ばれ、電子工学と工学を融合する学問である。照明としてしか利用されてこなかった光を演算や通信、あるいはエネルギー源に利用することを目的としている。工学は物理学において電磁気学とは全く別の学問として発展したが、20世紀にハイルと電子と光子との関係が次第に明らかとなり、 非常に密接な関係であることが明らかとなった。そしてその過程で様々な光学素子が誕生した。かつて通信に利用する電磁波は主に電波であったが周波数が低く通信速度に限界があった。そこでより周波数の高い光によって通信することによりより高速な通信を実現できるのではないかという考えが光エレクトロニクスという学問を形作った。 光エレクトロニクスにおける光は電波より高い周波数を持つ赤外線や紫外線を含んでいる。光エレクトロニクスでは主に以下の光学素子を対象としている。これらの光学素子は白熱電球と異なり、非線形の回路素子であり、電子と光子を変換する素子でもある。この学問は電子と光子の長所と短所を見極め、 可能なことが何であるかを研究する学問である。ありがとうございます。